カットライン。俺の名前はヒロシ。都内某所にある和型工業に勤める新卒サラリーマンです。この和型工業は中小企業で俗に言う一族経営、一族経営の会社あるある。実績も実力もないのに身内だからという理由で部長を務める和型部長は常に仕事を人に振るのでした。ただ俺のモットーは我心昇湛、立派な社会人になるという目標のため3年はこの会社で努力を重ねようとしているのですが。おい大平、この交通費の領収書はなんだよ。これは先日長野に出張した時のガソリン代ですが。へえ、何お前車で行ってんだよ、こんなの認められるか。いや、でも部長が新幹線は認めないからとおっしゃったので車で出張したんですけど。自転車で行けば交通費タダだっただろうが。もしくは隅田川でも泳いで行けばよかっただろ、さっきみたいに。よさっきの訴状のことですか。多少泳ぎますけど、わざわざ川から行く理由もないかと。それに隅田川を遡っても荒川にぶつかりますし、荒川の水源地は埼玉寄りなので商談する長野市内とは。おいおい、ごちゃごちゃうるせえ。あんまり文句を言うと親父に言いつけるぞ。新卒のお前がこの会社をすぐにクビになったら次はどこにも拾ってもらえないんだからな。それはちょっと自分のモットーに反してしまいますし。じゃあ俺の言うことを聞け。分かったら。承知しました。お前を指導してたら疲れちまったぜ。自宅に渡す報告書お前が今日中まとめとけ。俺はもう帰るから。まだ午前10時ですけど。うるさい、早く行かねえといいパチンコ台がなくなる。じゃなくて疲労が溜まってるからマッサージに行くんだよ。そんでそのまま直帰するな。あの人仕事をサボってパチンコ行く気だ。てかマッサージでもダメじゃない。全部お前のせいだからな。じゃあ俺のためにもこの会社に尽くせよ。はい。あと余計なこと親父に吹き込むなよな。分かったな。分かりました。お疲れ様でした。この人は俺の直属の上司で和型水木部長。察しのいい方なら分かるように、この和型部長のお父さんが和型工業の社長なんです。このためこの和型部長は威張ってばかりで、就業中に帰るなんて日常茶飯事、まさに虎の胃を狩る狐状態だったのです。報告書まとめてたらこんな時間か。ちょっとコンビニで夜食買ってこよう。というか社員寮がもっと会社に近かったらよかったのにな。おめえら早くしろ。なくなっちまったらどうすんだよ。おい、責任取れんのか。怖い。ハッピーターンもコーラもお店からなくなりませんって。絶対に切らさないようお店にも言ってますし。そんなのわかんねえだろ。ハッピーターンとコーラが好きなやつがコンビニに一堂に集まったらすぐになくなっちまうだろうが。いいから早く出せ。了解っす。ヤクザでも夜中に暴飲暴食するんだ。で、人のことより俺は早く夜食買いに行こう。こんな感じで俺は会社に泊まり込み、和型部長からぶん投げられたじゃなくて指示された仕事を日々こなすのでした。そんなある日。おい大平、ちょっと来い。はい。どうしましたか。もしかして報告書に何か不備でも。いや、なんていうか、とりあえず明日の自宅人の合同会議にお前も参加しろ。明日直行しないでまずは会社に来い。分かったな。分かりました。それは大丈夫ですけど、私は何をすれば。特別にお前に報告させてやる。お前が作った資料なんだからお前が先方に説明しろ。その代わりうちの9割の売り上げを占めるお得意様なんだから絶対に失敗するんじゃねえぞ。それは大丈夫ですけど、ただこの資料に問題はありませんでしたか。確認とアドバイスが欲しいです。そうだな。このデータと結果に基づく考察は大丈夫なんだろ。はい、ベイズ統計学を用いて私なりに算出してみました。本来であれば推測統計学や記述統計学を用いることもありますが、この事象では結果から原因を探るべきだと思い、このベイズの定理を使ってまとめています。ベイズ統計学？そうだな。まあこのケースなら俺でもベイズ使ってたから当たり前といえば当たり前だけどな。よかった、和型部長も統計学お好きなんですね。まあ割かし好きな方かな。パチンコの確率論みたいなもんだよな。ベイジアンの自分にとってはベイズやラプラスは神なんですよ。ベイジアンって野菜食べるやつのことか。それにラプラスってポケモンにいたな。まあ野菜はたくさん食べた方がいいし、ラプラスはみんなパーティーに入れがちだよな。はい。わがた部長はベイズ統計学についてもご存知なんですよね。まあ当たり前だろ。尊敬しすぎて大学の卒論もベイズのことを書いたくらいだよ。本当ですか。俺もそうなんですよ。マジかよ。まあお前もなかなかやるじゃん。じゃあ部長的にはモンティーホール問題についてどう思いますか。自分的にはあの時の事象 A の値は。大事だよ。思い出した。
今日は帰るから明日の9時で遅刻すんなよ。あーはい、わかりました。それで部長的には P の値として。じゃあな。マジであいつ何言ってるかわからねえ。とりあえず P はパチンコの P だよな。パチンコ行か。わあ、もっと話したいのにな。まあいいや、明日もっと話せると思うし。そして次の日、今日商談終わったら若田部長と統計学について話せるかな。ついつい最近出た統計学の本持ってきちゃった楽しみだな。うわあ、おやさん大丈夫ですか。ちょっとハッピーターン食べようとしただけなのによ、まさかのバッドターンになると。こんな時にうまいこと言ってる場合じゃないです。今レスキュー呼ぶんでもうちょっと耐えてください。って言ってももう車落ちちゃいそうだぜ。だ、川に落ちたらハッピーターンが水に透けちゃうじゃねえか。あの人ハッピーターン好きすぎるだろ。もうちょいですから耐えてくださいおやつさん。せめてお前だけでも生き残ってくれと。それと取引先にも連絡しとけ。すまねえってな。おやつさん、やばい。でもヤクザだから関わらない方がいいかな。でも人の命には変わらないし、早く助け出さないと。助けたいけど俺は泳げないんだ。おやさもったいの金槌だし、どうしよう。早く救急車も呼んでください。それと取引先にも連絡を。俺が助けます。とまあでも人命救助が先だ。大丈夫ですか。助けに来ましたよ。こんな時に一体何言ってるんですか。ここから脱出しますよ。早く俺のカバンに捕まってください。よし、行きますよ。大丈夫ですか。コーラちゃんがまだ言っている。コーラまた買って飲めばいいです。しっかりしてください。そうか、また買い足せばいいのか。このヤクザな人ちょっと抜けてるな。大丈夫ですかおやさん。大丈夫だ。そんなことより早くコーラを買ってきてくれ、今すぐに。この執着心すごいな。やばい、行かなきゃ。大丈夫ですかアンさん。とりあえず大丈夫です。それより予定があるので。じゃあさよなら。お名前だけでも。やばいやばい、遅刻しちゃう。そうだ、携帯で送れる連絡を。ダメだ、水没しちゃってる。とりあえず出すな。すみませんでした。大平今到着しました。てめえ何やってんだこの野郎。取引先はもちろん社長も同席する会議に遅刻するなんて、なんつう度胸だよお前。違うんです。途中で事故った車があって、それを助けてたら遅刻しちゃって。嘘つけ、どうせ報告を任せられたのが怖くなっただけだろ。違います、本当に川に落ちた車を助けて、しかもよく嘘だったんですよ。嘘みたいですけど本当なんです。全身びしょ濡れなのが川に入って助けた証拠です。そんな漫画みたいな嘘誰が信じるかよ。全身濡らしてアリバイ工作するなんて卑怯者の極みだな。どうせビビって涙やおしっこ漏らして濡らしたんだろ。ちょっと何言ってるかわからない。いい大人がそんなことするわけないでしょ。ちゃんと俺の話を聞いてください。我が田部長から聞いてたけど、本当に君は使えない社員だな。言い訳もひどいし、何よりいい大人がお漏らしするなんて。してません。本当に人を救うために川に落ちたんです、信じてください。ヤクザの名前出せばビビるとでも思ってるかよ。いい大人なのに嘘が小学生レベルだなお前。マジやべえやつじゃん。嘘じゃなくて本当なんです。それよりも会議は、取引先をお待たせしてるんじゃ。まあ、お前には関係ねえよ。うちの社員じゃないお前にはな。え、君は遅刻するわ、嘘つくわ、挙句お漏らしするわで、社会人として最低な男だな。今日もってお前はクビだ。あ、はい。なんでそんな。仕事もできない嘘つき男なんて我が社にはいらん。何より取引先にも失礼だ、汚らわしい。待ってください、先方には私からも精一杯謝りますから。だからさすがにクビは、俺にはモットーがあるんです。お前のモットーなど知らん、出てきたまえ。そんな。部屋の鍵をよこせ、社員寮からも出て行ってもらうぞ。ちょっと待ってください、まだ部屋には私物とか。お前が悪いんだから自業自得だろうが、早く出てけ嘘つきめ。あ、いた。じゃあな、ほら吹き野郎、これからはバレないまともな嘘作ってず。ひどすぎる。遅刻は良くなかったけど、それとも間違ったことはしてないのに。そしてびしょ濡れのまま着替えることもできず、俺は公園のベンチにただただ座って思考停止していました。まさか俺がホームレスになるなんて。これからどうしよう。ええええ
なんだ？やっと見つけた。本当に苦労したぞ。いや、なんですか？思い当たる節があるだろ？あの方がお待ちかねだよ。あ、朝のヤクザ。その…いいから車に乗って、早く。はい。私は一体どうなるんでしょうか？とりあえずおやっさんからおもてなしを受けるんじゃねえか。お前に対して相当興奮してたからな。おもてなし興奮、まさかあのビンタの報復をされるんじゃ。それってなんとかなりませんかね。いやー、それは無理だろ。あの様子だとお前が動けなくなるまで食らうぞ。終わった。そうですか、これまでご視聴いただきありがとうございました。大平広志、本日をもって安楽浄土の世界へ参ります。誰に何言ってんだ。さあ着いたぞ。大きな屋敷だな。ここが俺の墓場になるのか。さあこっちだ。おお、待ってたぞ。よく来たな。来て早々なんですけど、できれば違う方法ないですから。ベリング海でもいいですし、最悪誰かの代わりにゲーム所でも行きますから。命だけはお願いします。お前何言ってんだ。とりあえずこっち来て、俺んところ来ないやろうぜ。その粉ってよろしくないやつじゃん。やっぱりハッピーターンの粉は最高だぜ。ハッピーパウダーかよ、ややこしいわ。それ粉吸い込んだらそうなるでしょ。おやっさん大丈夫ですか。これはうめえ。これだよ、これ生き返るぜ。こうしてハッピーセットを楽しめるのもお前が川から救ってくれたおかげだ。本当にありがとうよ。楽しみ方おかしくない。それにハッピーセットの中身も全然違うし。なんか言ったか。何も。それより体は大丈夫でしたか。俺のビンタで頭蓋骨とか折れてませんか。あんなヘナチョコビンタで折れるわけねえだろ。この通りピンピンしてるぜ。さ、ハッピータンゴ食べて一緒にハッピーになろうぜ。ありがとうございます。ただハッピーになれる状況じゃなくてですね。なんか困りごとか。というか、なんでズブ濡れのままなんだ。着替えねえと風邪ひくだろう。そのですね、もちろん後悔はしてないんですけど、あなた様を助けたことで大事な会議に遅刻しまして、その結果会社をクビになった上、社員寮も追い出されちゃったんです。なんだって。俺を助けたばかりに小鳥片付ける。本当にいいんです。自分が招いたことですし、何より先方に迷惑かけましたから。だからお気になさらず。気にするに決まってるだろう。俺を救ってくれたお礼だ。お前今から俺の組に入れ。ちょっと待ってください。俺痛いの嫌いなんで、竜や虎の入れ墨入れたくないです。入れ墨？何言ってるんだ。だってそのおヤクザ様はそういうルールがあると伺ったんですが。勘違いすんな。組は組でも、うちは自他組っていうただの会社だよ。決してあちらさんとは関係がないから。自他組ですか。うちの大手取引先じゃないですか。俺和型工業にいたんですよ。和型工業？なんだよ、和型のとこで働いてたのかよ。俺らの出会いは運命と書いて定めだったんだな。ちょっと何言ってるか。じゃなくて、そうですね。ん？今日和型工業に向かう途中に事故ったんだぞ。結局会議は明日に延期したけど、別に迷惑こむってねえぞ、うちは。本当ですか。でも社長と部長から首を言い渡されまして。あいつが俺の定めの相手になんてこと。よっしゃ、明日お前も来い。とりあえず今日はここに泊まっていけ。じゃあ今日は徹夜でお菓子パーティーじゃ。今日は寝かさないからな。なんだこの展開は。俺らは寝かせてほしいっす、おやさん。そして寝ずに迎えた翌日。おい部長、今日の資料がちゃんと説明できるのか。よくわかんない感じにカタカナばっかで、俺にはさっぱり。任せてよパパ。じゃなくて社長。とりあえずこの資料を見せておけば。いや、
邪魔するぜ。社長、お待ちしておりました。昨日はすまなかったな。ちょっといろいろあってよ。全然ですよ、社長のためなら火の中水の中何時間でも待ってますから。そうか、じゃあ早速報告を聞かせてもらおうかな。そう、承知しました。それでは部長の方から説明させていただきます。ですね、これが資料です。あとは大目を通していただいて、よろしくお願いします。いやいや、ちゃんと報告しろよなあ。ですね、その書いてあることが全てです。よろしくお願いします。じゃあこの誘導関数はどうやって出したんだ。このインテリアクザメ誘導ってなんだよ。それはですね、資料を見ていただければ。ベイツの定理を使ってるようだけど、不確実性についてはどうよ。不確実性ってなんだ。不確実ってことか。そのまだ熟していない果実と言いますか。まさに黒くなったバナナみたいなもんですな。お前たち何言ってんの。この資料作ったのは誰よ。ちょっと呼んでこい。そのですね、ちょっと今社内にいなくてですね。遅刻するような怠け者なんですよ。ほんとダメな社員で困ったもんです。アホみたいなヤクザを助けたとかってありえない嘘までほざくんですよ。あー、だってよ、大平ちょっと出てこいや。申し訳ないですね、だらしない元社員で。ただ不確実と不可知図を間違えるアホではないですよ。それにバナナが黒くなるのはむしろ熟した結果です。おおひら、なんでお前がここに。出てけ。お前みたいなやつが神聖な会議の場にいていいわけないだろ。お前ら俺の社員に向かって何言ってんだ。俺の社員って、どういうこと。昨日付けて自宅に入社した大平です。その説は大変お世話になりました。そのお前ら俺の大事な社員に出てけって言ったな。何様のつもりだよ。おい、失礼しました。つい、しかも俺の運命の相手に向かって偉そう。全部聞いたからな。運命の相手、どういうことでしょうか。こいつは昨日俺を川から救ってくれた命の恩人だよ。なのにお前らは話もちゃんと聞かずに国にしたんだってな。それはあの話本当だったの。お前らみたいなとことは付き合ってられない。うちの会社のモットーは自他共栄だからな。自分勝手な奴らとはもう仕事はしない。ちょっと待ってください。それだけはご勘弁を。うるさい。よし、帰るぞお前たち。はい。ちょっと待ってください。お願いします、話を聞いてください。昨日大平がそう言ったのに聞かずに追い出したのは誰だ。自業自得だろうが。嫌がないでくださいよ。まさに自業自得。お二人にぴったりな言葉ですね。待ってくれ、助けてくれ大平。頼むよ大平。このままだと会社が潰れてパチンコに行けなくなっちまう。最後の最後まで自分勝手な人たちですね。お名前の通りってことでしょうか。お二人合わせて画伝飲水ですもんね。その後、画伝飲水の言動により大手取引先を失うという結果を招いた和型工業の社長と部長、自他組に頼り切っていたことも災いし、会社は一気に倒産。お互いに責任を押し付け合ったことで親子仲も悪くなったんだとか。まさに自業自得、因果応報って感じですね。俺は自他共栄をモットーにする見た目は怖い社長のもと、今日もハッピーターンを食べながら楽しく仕事をしています。幸せな方向転換ができてよかった。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。